モトスコの空中写真。国土交通省国土地理院地図、空中写真閲覧サービスの空中写真をもとに、作成モトスコは、山梨県南鶴郡藤川口湖町及び、南駒郡美野部町にまたいで存在する湖。富士山の北西山麓にあり、富士五湖の一つで最西端に位置する。最大水深121.6メートルは富士五湖の中で最も深い。 1000円紙幣 E 号券5000円紙幣 D 号券の、裏面に描かれる逆さ富士の図案に用いられている。富士山から信仰の対象と芸術の源泉の、富士山域の一部として、世界文化遺産の構成要素に含まれている。湖岸は、山梨県南鶴郡富士川口湖町及び、南駒郡美部町に属するが、湖面は、境界未定である。旧上三岐石村では、 湖面すべてが村に属すると主張していた。最大水深は、富士五湖で最も深く、面積は三番目の大きさである。富士箱根伊豆国立公園の特別地域内にある。流入、流出河川はないが、同じ富士五湖の西湖や小人湖とは、透水性が高いスコリア層などを通して、地下水が行き来しているとみられる。湖面の高さは、海抜約900メートルで、 高雨などがあっても水位がほぼ連動して変化する。これは、三湖が平安時代初期までの海と呼ばれた一つの湖で、富士山の延暦二年噴火による溶岩流で元湖が分かれ、さらに上岸大噴火で残った部分が西湖と小人湖に分断されたためである。こうした地理的条件や歴史から火山灰などの固定体積物から富士山の噴火死を推測する。 研究、分析の対象となっている、本須湖と西湖の間で、溶岩流の上に形成された森林が、今日の青木が原樹海である。なお、この三湖及び流入河川は海に面していない、内陸県では唯一の二級水系となっている。湖岸のうち、富士川口湖町側は、本須地区、美信町側は、中の倉及び鎌岳地区に属するが、美信町側には、 人家はほとんどない。本津地区の人口は109人。湖水の透明度は、理科年表平成24年85冊では11.2メートルが採用されている。季節変動があり、最小値はプランクトンの増加する7月、最大値は9月、従って調査を行った時期と組織により異なった値が示されている。しかし、好条件であれば、 20メートルを超える透明度を観測することもあり、本州では実質的に最高透明度の湖であるが、栄養塩類の増加に伴い透明度が低下しているとされている。近年では水の透明度が低下していたが、2001年から毎年6月の第1土曜日にモトスコクリーンアップを開催。2006年3月から水上オートバイやモーターボート等の動力船の 使用を禁止するなど水質がきれいになってきている。2013年6月22日、富士山から信仰の対象と芸術の源泉の構成資産の一つとして世界文化遺産に登録された。モトスコ遊覧船のモグラン・ウィンドサーフィンのメッカであり、夏季には多くのウィンドサーファーが訪れる。風光明媚なため湖畔周辺にはホテルや企業の研修所が並ぶほか、 レジャーの場として活用されている。観光船によるユーラニア、ブラウントラウトやニジマスなどを狙うフィッシングも盛ん。ヒメマスの釣り場としても知られる。静岡大学教育学部付属静岡中学校の生徒、教員が毎年7月に湖畔でキャンプを行う。1966年から2001年まで全国モーターボート競争海連合会が運営する。 元ス研修所や協定の育成センターがあり、湖面を使って練習が行われていたとして移転。協定会では、元スという言葉が、大和移転前の協定研修所のことを指す因果として使われていた。1973年の東方怪獣映画、ゴジライメガロで、冒頭のイルカの乗り物のシーンが撮影された。渦巻く湖と怪しい光と日上がる湖は、特撮である。 前述のヒメマス、ニジマス、ブラウントラウトの他コイ、オイカワ、ウナギ、ワカサギなどが生息している。外来生物法の特定外来生物であるコクチバス、オオクチバスが1990年代に密放流され、在来生態系への影響が懸念されていたが、1997年から地元漁協や山梨県による駆除活動の結果2004年以降2012年まで、 確認情報がないことから、告知バスに関しては根絶されたと考えられる。ありがとうございます。